はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。今回は熱伝導、熱伝達、熱還流はどう違うという話をしたいと思います。ここはつまずくところの一つですね、韓国教工学で。で、ややこしいですよね、特にこれとこれなので、それについて分かりやすく説明したいと思います。で、まず先に結論から言うとですね、熱伝導は、導って導く方ですね、物体の中を熱が流れることです。で、熱伝達、達するっていう達ですね、ここしか違いないんですね。一文字しか、この、これとこれ。熱伝達は空気と物体間で熱が流れることですね。まあ熱が流れるのは一緒なんですけど、これは物体の中。こういう物体の中をこう流れるのが熱伝導で、熱伝達っていうのは、まあ主に壁面を使いますけども、この物からこう空気に流れることを熱伝達と言います。で、熱還流っていうのは、壁を還流することですね。一言で言うと。伝達、伝導、伝達で物体を貫いて熱が流れること。ですから壁があるとこう、伝達でこの中入って、この中で伝導で流れて、伝達で外に出て、で、全部で還流するということですね。熱還流。まあ、還流って字、これが分かりやすいです。貫くっていう字なんで、物体を貫いて熱がこう流れるのを、こうやって流れる、こういう感じですかね。こうやって流れるのを還流と言いますね。で、伝導と伝達がちょっとややこしいので、まあ、こういうこじつけで僕は覚えましたね。動物と動、伝導の動は物体と、動物と動物ですね。動物、これ、この猫のラムちゃんって言いますね。なんでラムちゃんっていうかというとですね、まあ後から出てきます。で、熱伝導は鍋を持って、この、ここで火があると、こう鍋が熱くなって、あちちってなるのが熱伝導ですね。この鍋の例で覚えてください。あちって感じで覚えると。こう、物体の中伝わってきて、あちってなるのが熱伝導ですね。導。物体ですね。熱伝導の導は物体です。で、熱伝達、達は、ふわっとする方ですね。壁からこうふわっと出てくると。壁が熱く、例えば熱くなったら、ここからふわっと出てくるのが熱伝達ですね。で、熱伝導率の記号はラム。率っていうのが出てきますけども、どれぐらい流れやすいかっていうのが率です。で、ラムダです。まあ、どれぐらい貫きやすいかですね。あ、ごめんなさい。流れやすいかですね。こう、どれぐらいこう流れるかっていうのが熱伝導率です。で、ラムダですね。で、ラムダの記号を覚えるのにですね、この鍋の形、こうくねっていう形から覚えましょうって無理やりですけど、これも。で、まあ、覚えられればいいわけですよね。で、ラムダは熱伝導率によく使うと。これ、まあ、誰かが使い始めたんだと思うけども、まあ、ラムダで出てくるから、これに慣れましょうということで、こう、覚えちゃおうと。あと、ラムダよく出て、建築でよく出てくるのは構造の方で、有効細長比でラムダが出てきます。I 分の LK で、これ、ザクス長さですけども、まあ、まあ、こういう、まあ、こう、細長くてですね、どれぐらい細長いかっていうのを構造的にはっきり定義したやつが、有効細長比と言います。ことですね。まあ、ラクダは細長、ラクダは痩せてるとか言って覚えましたけどね。で、熱伝導率はこの鍋の形で覚えるといいかなと思います。で、これですね、これ重要な式で、物体内の熱、伝導熱量 Q、をラムダデルタ TLA で表すとって言って、ラムダはさっき言った熱伝導率ですよね。で、デルタ T ってデルタっていうのは変化って意味なので、T はテンペレチャーで、温度ですね。温度。温度の変化。で、温度の変化が大きい、高いほど、この標高差があるほど流れやすいということですね。で、L っていうのはこの長さ、鍋の長さ、柄の長さと考えると。で、A はこの断面ですね。A はもちろん断面はでかい方が流れるというのはもう直感的に分かりますよね。で、この式ですね、ラムダ L 分のデルタ T かける A ということです。で、この式からラムダが出てきてるわけですね。で、L っていうのは長いほど流れにくいわけですよね。で、デルタ T っていうのは温度差が大きいほど流れやすいと。で、A はもちろん面積は大きい方が流れやすいに決まってると。で、この式の場合、L 分のデルタ T っていうのが問題で、L ってこの長さと、デルタ T っていうのはこの温度差と、まあ標高差って言ってもいいんです。この勾配が急なほどですね、この勾配が急なほど、こう行くほどですね、流れやすいと。ですから長さが短くて、温度差が大きいほど、こう温度勾配が急になるから流れると。これが熱だとすると、コロコロコロって流れる。という、こういうイメージで捉えると、この式は覚えやすいということですね。L 分のデルタ T にラムダと A とかけるということです。で、ラムダの単位はどうなるかっていうとですね、これを直せばいいわけですね。で、Q がジュール、まあ、ジュール毎秒。まあ、普通はジュール毎秒でワットを使いますけど、ワットなのか、
カロリーなのか、カロリー毎秒なのか、1秒間あたりのね、かでまた単位は違うんですけど、まあ普通はジュールかワットを使いますね、今はですね。でまあ建築士の問題もワットで出ると思いますけども、まああの C と覚えなくても、これラムダイコールの式に直すと、ラムダの、単位が出てきますね。でまあこれ覚えられない嫌だっていう人はもう無理やり語呂合わせで覚えるということですかね。でこれはあの、理解してください。この勾配が急なほど流れるよと。勾配急なのはこの絵の長さが短いで、あと温度差がこう100度20度になってるけど、こっちが1000度だともっとビーって流れてもっと熱いということですよね。で、ラムダの単位はワットパーメーターケルビン、ケルビンっていうのは絶対温度の、この単位ですけども、まあ度 C でやっても温度差の場合は一緒ですね。でケルビンと、度 C の関係は、まあ、273度足し算すればいいんですけども、こうこの1度の間隔は一緒ですね。一緒なので、まあこれ度 C でも K でも、まあ、同じ結果にはなるんですけどね。動物ワットミケだと、これミケが出てくると、ワットミケだとワットパーメーターケルビンですね。これまあ無理やり作った語呂合わせですけども、まあ、これ覚えなくてもさっきの式をラムダについて解けばこれは出てきますね。あでこれそれをやってますね。これからラムダイコールデルタ T、 こっちに持ってきてデルタ TA 下に行って上が QL と、で L が M でメーターで A がメーターの2乗だから、これが、約分されてメーターが下に残ると、ケルビンが下に残ると、なのでワットパーメーターケルビンになるということですね。なので こういう式の変形さえ覚えれば別に強いて、まあこれは覚えなくてもいい、まあ覚えてもいいっていう感じですかね。まあ余裕がある人は覚えるということですね。あと記憶力のいい人は覚えると。僕記憶力全然ないんで、まあこんなようにやったりですね、あとまあこう展開してやったりしましたね。で僕はあの物理は結構得意で、なんで得意だったかっていうと、あの覚えることが少なかったって、ただそれだけですね。数学も結構覚えること多いじゃないですか。あの三角関数の公式、倍角、2倍角、3倍角って。あれも覚えられないから、2倍角はアルファプラスアルファとか、そんなことをやってましたけどね。まあ現場で頑張ればなんとかなるのが物理で、なんともならないのが世界史とか日本史とか古文とか文系の科目ですよね。あんな覚えても何もなんないと僕は思ってます。未だに思ってますけどね。まあこういうのは覚えておいても、まあ、あの専門知識としてしょっちゅう使う場合は、あと1級に出ますからね。まあいいかなと思いますけど。で、コンクリートの熱伝導率、あ、これ大体の漢字を覚えておくと便利ですね。まあ 1.5 ぐらいということですね。あの、ワットパーメーターケルビンの場合、1.5 ぐらい。これぐらい熱伝導率があると、熱を通すということです。まあこれがコンクリートだったらこう、これのラムダがこれと。まあ 1.4 から 1.6 と。まあコンクリート調合によって全然違うので、まあこれぐらいですということですね。1.4 から 1.6。これはあの、目安として覚えておくと、あの、わかりやすいですね。で、石の色をしたコンクリートと。で、石の色をしたコンクリートって実際あってですね、あの石灰石の色なんですよね、コンクリートは。で、ポルトランド島っていうイギリスの島で採れた石灰石に色が似てるからポルトランドセメントって言われたんです。それを粉にしたやつですね、セメントの。なので今普通のセメントはポルトランドセメントって言います。ここから来てます、ここから。で、まあそれはいいとしてですね。コンクリートは 1.6 と、1.6。1.4 から 1.6 ですね。これぐらい。で、鋼はですね、これ、鋼、重たい。あの、これ、比重で溝の何倍かですね。コンクリート 2.3 倍。まあ、鉄筋コンクリートになると 2.4 ですよね。まあ、トン F パーリューベって書いたりですね。まあ、キロニュートンにするとこれ、一桁増えるんですけど、わかりにくいですね、キロニュートンだと。で、溝の何倍かで覚えた方がわかりやすいんで、鋼は 7.85。これ、ナンパ5なんの鉄の女と覚えましたね。で、鉄筋コンクリートの方が 2.4 なんで、鉄筋コンクリートは西から来たから 2.4 と。木材はまあ水に浮くからまあ水の半分ぐらいで 0.5 と。これ ALC も 0.56 だったと思いますね。ALC ってあの発泡気泡の含まれたコンクリートですね。で、ラムダですね。ラムダもこれ重さ比重に大体合ってるわけですね。比重が重い方が通しやすいということです。まあ、あの分子が詰まっている。で、熱の振動がバーって通りやすいということですね。で、コンクリートは 1.6 で木材が 0.15 と。木材が割とスカスカしてるんで 0.15 ということです。粒子間隔が小さくて熱が通りやすいと。ただしですね、これよく試験に出るんですけど、断熱材は軽くてラムダが小さいが同じ断熱同士では重い方がラムダが小さいことがあると。
ここが出るんです。で何言ってるかというと次のページですね。で、普通重い方がラムダがでかいんですよ。ラムダがでかいんだけども、このさっきの鉄みたいにラムダが大きいんだけども、熱伝導率ですね、このグラスウールですね、グラスウールはこの繊維でできてて、繊維がいっぱいになるとこう気泡が小さくなるんですね。小さい気泡が集まってるので、こう大きい気泡だと、数少ない大きな気泡だと熱が通りやすい、対流しあの伝達伝導しやすいということですね。これトータルでこう伝導しやすい熱が、でこれだとですね、こうあの気泡がいっぱいになるんで通りにくいということです。あと発泡性の材料もですね、こっちはあの大きい気泡があるとですね、ここで対流しちゃって、対流すると空気が熱を運ぶのでここ通りやすいと、に対してですね、気泡が小さい方はですね、あの断熱性が高いのでラムダが小さいということですね。これ この辺が試験で割と出ますね。試験で出るので、まあここ要注意ですね。熱伝導率はどっちが高いとか、傘比重っていうのはあの体積あたりの比重で、これギュッて詰められるんで、傘比重っていう、傘っていうのは容積ですけども、という単位を使いますけども、まあ要は軽いということですね。軽い方が通っちゃうと、普通は軽い方が通らないんだけど、グラスウールとかこういうやつは軽い方が通っちゃうということですね。で今度は伝達率の記号ですね。これもアルファ、これもまあ決めた人は適当に決めたんでしょうけど、後から勉強する人はアルファってなんだっけって思ったりするんです。式で出てくるんで、なのでこうやって覚えちゃうと、こう壁からふわってくるのが伝達なので、こうふわって空気のこの流れの感じをアルファの字に当てると、まあ無理やり当てるということですね。でこのアルファもですね、 Q イコールアルファデルタ TA の式があるということです。アルファ、あデルタ T っていうのはこの温度差ですよ。壁と空気の温度差です。壁と空気の温度差で、あとは体積ですね、あ面積ですね、ごめんなさい、面積は広い方がいっぱい伝わると、あと、温度差がある方が伝わると。ただしこれ面で、あの物体と空気の間なんで、長さ関係ないですね。なので α デルタ TA という式になって、で α について解くとデルタ TA 分の Q になるんで、単位はデルタ T がケルビンで、 A は平米で、 Q はワットと、ワットというのは1秒間あたりの熱ですよね、1秒間あたりのエネルギーと、なのでワットパー平米の2乗ケルビンという単位になるということです。なのでこうやってですね、変形すれば別に単位の問題は大丈夫かなとは思います。まあ何が何でも覚えられるっていう人は覚えていいと思いますね。でまあ最後まとめですけども、熱伝導、導ですわ、物体内の流れと動物と、で熱伝達はですね、物と空気間の流れ、熱伝達ですね。で熱貫流はですね、貫流っていうのはこれですね、これが建築で扱うわけです。最終的にこれが欲しいわけですよね。でこっち暖房してて、こっちが雪が降ってるという場合、これどれぐらい熱が抜けちゃうんだというのが、重要なわけ、重要な指標なわけじゃないですか。でその計算するのに、いろんな係数がいるんですけども、まあ、その熱貫流の計算については次回やります。これもよく出ますし、まあ、つまずくとこですね、環境工学。みんなが嫌だっていうとこなんで、これもあの授業でやります。壁を貫く流れですね。で、温度勾配が大事と。熱伝導はですね、温度勾配が大事と。熱伝達は温度差ですね。で、熱伝導は温度勾配です。勾配っていうのはこの長さが関係するから勾配になるということですね。で、温度勾配×断面積×ラムダという式で出てきます。で、ラムダは熱伝導率。ラムダが熱伝導率で、アルファが熱伝達率ですね。今回はこれぐらいです。今回のはここから取りました。ほとんどここから取って、あと練習問題はこっちで、あの過去問がこっちに載ってますので、やってみてください。で、今日役に立ったと思われる方、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさよなら。